The Proof of Japan. Ladies and gentlemen, the National Anthem of Japan.You see a very strange line picture in Nazca Peru and ask yourself which you think it is, a parrot or Japan land. ペルーのナスカに大変奇妙な地上絵があります。それはオウムなのか、それとも日本ランドなのか、どうか一度ご自身に尋ねてみてください。一般にはオウムと言われています。このブルーのラインで示したのが、まあオウムに見えるというわけですが、本当にオウムなのでしょうか、それとも日本ランドなのでしょうか。大切なことは、日本人が持っている常識は決して世界あるいは宇宙の常識ではないということです。ここに一つの例をお見せしますので、皆さん自身で見て、判断して、そして皆さん自身で結論を出してください。広志林浜松リージャパン。The Nihon Shoki, sometimes translated as the Chronicles of Japan, is the second oldest book of classical Japanese history. The book is also called the Nihongi, literally Japanese Chronicles. It is more elaborate and detailed thanKojiki, the oldest, and has proven to be an important tool for historians and archaeologists, as it includes the most complete extant historical record of ancient Japan. The Nihon Shoki was finished in 720 under the editorial supervision of Prince Toneri and with the assistance of Ono Yasumaro,dedicated to Empress Genshō. The Nihon Shoki begins with the Japanese creation myth, explaining the origins of the world and the first seven generations of divine beings, and goes on with another myth as does the Kojiki, but continues its account through to events of the 8th century.It is believed to record accurately the latter reigns of
Emperor Tenji, Emperor Tenmu, and Empress Jito. And in the Kojiki and the Nihon Shoki, the classical chronicles of Japan, Japan was called Akitsushima. Literally, it means the island of dragonfly. Akitsu means dragonfly, and Shima means island. Then it is quite interesting to say that in the Nihon Shoki, it is mentioned about Emperor Tenmu, who described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. This is a very important part of this video, so I repeat it again. Emperor Jimmu described Japan land when he viewed Japan from high above the sky as follows. The Japan land looks like a dragonfly in copulation. Nihon では古くトンボをアキツと呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が感嘆をもって秋津の砺波のごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には、幽略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり、和の国を秋津島と呼んだとしています。広し林、浜松市、ジャパン。日本列島です。Japan Land です。この日本列島から北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。神々が神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。その日本は交尾しているトンボの形に似ているというのです。右がその様子です。で、比べてみます。右がトンボの交尾している様子です。で、少し傾きを変えてみます。拡大してみます。すると、その形は大変よく似ているのがわかります。つまり、この姿を神武天皇が表現したということになります。日本は交尾しているトンボの形に似ているとです。皆さん自身で比較してみてください。確かに大変よく似ているのがわかります。神武天皇はそのように表現しました。二つ外堀を埋めておきます。富士山の山頂からナスカにラインを引きます。ナスカには富士山の方向を示す滑走路があります。この黄色いラインが富士山から引いてきたラインです。そしてその下にはですね、このようなランドマークが描かれています。向かって左側のラインが富士山から引いてきたラインです。この形は日本列島の形とよく似ているというレベルを超えて同じです。そして今引いた緑のラインが富士山から引いてきたラインです。そしてここにクロスポイントができます。その位置は実際の地図における富士山の位置と正確に一致します。
つまりこのランドマークは日本列島を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。もう一度繰り返しておきます。ここが今日の重要なポイントです。富士山です。その富士山の山頂からナスカにラインを引きます。皆さん自身で確認してください。このラインがそのラインです。富士山から引いてきたラインです。正確に一致します。つまりこの滑走路の向かって左側は富士山の方向を正確に示しているということになります。林博士のナスカ理論による証明です。この黄色い線に注意してください。そしてこの黄色いラインはこのブルーの点で、この日本列島を示すランドマークと重なります。クロスポイントです。緯度経度はここに示しておきます。そしてその位置は実際の地図上における、富士山の位置と正確に一致します。左がナスカの地上絵です。右が、日本列島を示す実際の写真ということになります。この橋と橋ですね。本州の橋と橋に注意してください。位置を揃えてみます。そして水平線を引きますと、このような線が引けます。そして先ほどの富士山から引いてきたラインと、そして日本列島と私が言っている、ランドマークのクロスポイント、この赤い丸で囲んだところがそこですけども、その位置は地図上における富士山の位置と正確に一致します。一見雑な絵のように見えますが、左のランドマークは正確に日本列島の形を示し、と同時に富士山の位置を示しているということになります。皆さん自身で確認してください。つまり、この滑走路は、日本列島を示す滑走路ということになります。もう一つ、外堀を埋めておきます。ナスカに戻ります。この黄色いラインは、富士山から引いてきたラインです。そのラインは、左下の滑走路と重なりますが、ここに奇妙な絵が表現されています。これは何かということですね。で、ラインを追いかけていますが、上、右半分はですね、破壊されているように見えます。土砂が流れ込んでいるような雰囲気ですね。ともかくも、ここに何が描かれているかですけども、ここに書かれているのは、トンボと林博士は判断しました。ここに赤い丸で、ウィールトラックと書いてあるのは、車の私ですね。荒らされている部分、いるところもあるということです。で、この画像処理をしていますと、ここにかすかにラインらしきものが、見えるということですね。はっきりしませんが、その痕跡が残っているということです。で、この線をつないでいますと、ここにトンボの形が浮かび上がってきます。トンボです。なぜこんなところにトンボのランドマークがあるかということですね。日本のそばにあるから意味があるのです。日本は昔、古来、秋津島と呼ばれていました。秋津というのはトンボという意味です。島というのはまさに島、アイランドを意味します。ここに描かれているのはトンボということになります。今までの話をもう一度整理してみます。ナスカです。このナスカに富士山の頂点からラインを引いてみます。このブルーのラインが富士山の頂点から引いてきたラインです。そのラインは中央の奇妙なランドマーク、すなわち日本の本州を示すランドマークと重なります。この色をつけたところが、林博士は日本の本州と判断しました。注意深くご覧ください。そして、実際の日本列島の地図と比べていただきます。形がよく似ているというレベルを超えて同じということですね。そして今赤い点をつけたのがクロスポイントです。そしてその位置は、実際の地図上における富士山の位置と一致します。左右を比較してみてください。左はランドマーク、右は実際の日本列島の本州です。そしてその位置は、クロスポイントと、それから実際の富士山の位置は
このように一致します。すなわち、左のこのランドマークは本州を示し、そして富士山の位置を示しているということになります。そこにトンボの、まあ、ランドマークが描かれています。トンボです。なぜこんなところにトンボが描かれているかですね。言うまでもなく、日本は昔、秋津島と呼ばれていました。秋津、つまり、トンボという意味だったのです。Japan イコール秋津。すなわち、トンボという意味です。ですから、トンボという、トンボのランドマークがここに書かれています。が、このトンボという言葉を誰が言い出したかということですね。誰が言い出したかということなんです。トンボのように見えると言ったのは誰かということなんです。そしてこのブルーのラインはですね、富士山の方向を示し、グリーンの形は日本列島を示している。本州を示している。そして黄色いのはトンボを示している。すなわち、秋津島。トンボの島という意味です。が、トンボのように見える。そして、交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。いいですか皆さん、ここが重要ですよ。交尾しているトンボのように見えると言ったのは誰かということです。その誰かが言った言葉に合わせて、ナスカのランドマークができ、そして、トンボの絵が表現されたということになります。言うまでもなく、そのことを口にしたのは、神武天皇ということになります。神武天皇が日本列島を山の山頂から見て、交尾しているトンボの形のようであると言ったのです。それに合わせて、ナスカの地上絵ができたということです。ここが重要ですよ。神武天皇が交尾しているトンボの形に似ていると言ったのに合わせて、ナスカにランドマークが描かれ、トンボの絵が描かれたということです。つまり、この地上絵、そしてランドマークは、神武天皇の言葉によってできたランドマークであり、トンボの絵ということになります。もうお分かりですね。神武天皇がどんな天皇であったかということを、皆さんもうお分かりですね。もう一度ここを注意深く読んでください。日本では、古くはトンボを秋津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して秋津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が感嘆をもって秋津の砺波のごとし、秋津の砺波のごとし、トンボの交尾のような形だ、トンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また古事記には雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国を秋津島と呼んだとしている。やはり和の国を秋津島をと呼んだとしているとあります。つまり山頂から国見をした神武天皇が秋津の砺波のごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名が生まれたというのです。ではその山頂とはどこなのでしょうか。言うまでもなく、私は富士山と考えています。この富士山の山頂から神武天皇は国見をしたというわけです。で、皆さんをその富士山の山頂へ案内します。北の方角を見た風景です。北東の方向を見た風景です。東を見た風景です。南東を見た風景です。そして南を見た風景です。南西を見た風景です。西の方角を見た風景です。そして、北西の方向を見た風景です。どこから見ても、交尾しているトンボの形には見えないのです、皆さん。いいですか？神武天皇は、遥か高いところから、この日本列島を見たのです。だから、交尾しているトンボのようだと言ったのです。山頂なんかではありません。ということで、結論になりますが、繰り返します。ナスカの地上絵、そしてランドマークは、
神武天皇の言葉に応じて、そしてその言葉によってできたランドマークであり、滑走路ということになります。つまり、日本書紀に書かれていること、古式に書かれていること、その中に表現されている神武天皇は実在したという、そしてその話は事実であったという、これが物的証拠ということになります。Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan.